くよです。葵だぜ。なんだかテンションが上がらないな。いきなりどうした？いや別に理由はないんだけどね。そういう時ってたまにあるでしょ。確かにな。それじゃ追い打ちかけるか。何を追い打ちって？映画の中には胸クソっていうか、見た後気分が落ち込んじゃう作品っていうのも、結構たくさんあったりするからそれを教えてあげようかなと。一体何の嫌がらせなのよ。ってことで早速そんな後味の悪い映画をいくつか紹介しちゃうぜ。まずは1965年に公開されたフランスとイタリアの合作映画気狂いピエロだ。この映画は監督がジャン・リュック・ゴダール、主演はジャン・ポール・ベルモンドと、アンナ・カリーナの二人でヌーベルバーグの最高傑作とも言われてるぜ。タイトルからして怖いわね。本当は気狂いは別の読み方の方なんだけど、放送禁止用語だから、気狂いにさせてもらうぜ。オーケー。あとヌーベルバーグって何なの？実験的な映画を意味する言葉だぜ。だからこの映画もほとんどのシーンが即興で撮影されていて、美しい景色など詩的な雰囲気があってまるで夢の世界を描いた感じなんだ。ちょっと説明するのが難しいけど、全体的にふわふわした感じなのかな。そう、そして映画のあらすじはこうだ。ジャン・ポール・ベルモンド演じるフェルディナンは、お金持ちの女性と結婚をし二人で生活していたが、その退屈な生活にうんざりしていた。そんなある日パーティーで昔の恋人であるアンナ・カリーナ演じるマリアンヌと再会して一夜を共にすると、翌朝に息絶えた見知らぬ男性を部屋で発見して二人は一緒にパリから逃げ出すことに、っていう話だ。その息絶えた男性っていうのはまさかマリアンヌが、ってこと？その時マリアンヌは後で説明すると話していて、二人はとにかく逃げようと気の見気のまま部屋から飛び出すんだな。ほほう、それでフェルディナンは自分の家族を捨ててそんな行動をしたわけね。そうだ。だから愛に狂った男のストーリーって感じなんだけど、結局フェルディナンは一緒に逃げ出した女性に裏切られてしまうんだ。二人は逃げ出した後盗みをやったりしながらフランスの南にある海辺にまでたどり着き、そこで二人きりの生活を始めるが、マリアンヌはその生活に飽き飽きしてしまう。そしてマリアンヌがここを出たいと言い出したから二人は、芝居を披露するなどしてお金を稼ぎ、マリアンヌはそのお金を持って街へと行ってしまうんだ。ふむふむ。するとある日フェルディナンの元にマリアンヌから助けを求める電話がかかってきて、フェルディナンが彼女のいる場所へ慌てて駆けつけると、そこには息絶えた男の姿だけがあった。うわぁ、そのマリアンヌってヤバすぎる人じゃん。そこへマリアンヌを追っているギャングたちが現れ、フェルディナンは拷問された後に解放される。その後フェルディナンはマリアンヌを探し続けて二人は港で再会することに。そしてフェルディナンはマリアンヌに雇われギャングとの取引に加担するようになるが、マリアンヌはお金を受け取ると武器の密売人である男と一緒に逃げてしまうんだ。これはひどい。フェルディナンは完全に振り回されてるじゃん。だからこの映画の胸クソポイントはマリアンヌのクズっぷりがとんでもないってところなんだな。なるほど。それでその後どうなっちゃうの？その後は完全に鬱な展開で、フェルディナンは逃げた二人を追いかけて銃でその二人の命を奪うんだ。うわぁ、バッドエンドすぎる。まだ終わりじゃないぜ。その後フェルディナンは自分の顔に青いペンキを塗りたくり、頭にダイナマイトを巻いて導火線に火をつけるんだな。それは自分の命もってこと？そうだ。そしてフェルディナンは火をつけた後我に返って慌てて火を消そうとするが間に合わず、頭に巻かれたダイナマイトがそのまま爆発しちゃうんだ。何よそれ、全く救いがないじゃん。その後は地中海の風景となり死の朗読がされて映画は終わりを迎える。ね、後味が悪すぎるでしょ。そんなのもうバッドエンドの究極系でしょ。でもこの映画は詩的で独特な世界観に引き込まれる名作だとも言われていて、一度見た人でもまた見たいと思うような魅力があるぜ。だから映画を見た人たちからは、なぜか引きつけられる不思議な映画、印象的なシーンの連続で夢の世界のようだ。主人公の末路が悲しすぎるが癖になる作品だ、みたいな声も多く上がっているんだ。後味の悪い名作ってことか、夢の世界のようだっていうのが気になるし今度見てみようかな。それじゃお次は1975年にアメリカで公開がスタートし、日本では1976年に公開されたアメリカ映画、格好の巣の上でだ。この映画は監督がミロス・フォアマンで、ジャック・ニコルソンやルイーズ・フレッチャーが出演してる作品だぜ。名前は聞いたことあるかも。確かこれも名作って言われてるやつだよね。だな。映画の原作は精神病院が舞台になってるベストセラー小説で、アメリカでは興行収入が1億ドルを超える大ヒットを記録してジャック・ニコルソンの出世作になったぜ。ジャック・ニコルソンが主人公なの？そう、ジャック・ニコルソンが主人公のマクマーフィーを演じていて、
その主人公が刑務所から逃れるために精神異常を装って精神病院に入院するんだ。それでその精神病院にはルイーズ・フレッチャー演じる看護婦長のラチェットによるルールが存在していて、主人公がそのルールに反発してその看護婦長と対立していく、っていう話だぜ。なんで主人公は反発なんてしたのよ。それは単純にテレビを見たいとかそういう理由で、主人公は精神病院にいる患者たちに、多数決を取ったりもするんだ。そして患者たちはそんな自由を求める主人公の姿に、徐々に賛同するようになって無断で外出したりもするようになるんだな。それで看護婦長がどんどんお怒りになるってわけね。そうそう。だから簡単に言うと主人公が精神病院に反抗して自由を勝ち取ろうとする物語だ。へえ、なんだか面白そう。で、そんなストーリーでどうして胸クソなのよ。まずなんていうか、精神病院の描写がきつくて見てるとちょっと鬱になっちゃうんだな。患者たちは懲罰として電気ショックを受けていたりもして、病院の中で人間性や尊厳を、根こそぎ奪われていく患者たちの姿にありきれない気持ちになるんだ。だから映画を見てると、看護婦長や精神病院に対して胸クソが発動するっていう感じだぜ。なるほど。映画を見てると落ち込む気持ちと怒りが混ざっちゃうわけか。そんな感じだな。あとは主人公が精神障害の治療法である脳の神経を切断する。ロボトミー手術を受けた影響で廃人のようになってしまい、その後病院で一緒に入院してた人に、命を奪われてしまう、っていう鬱ストーリーが終盤に待ち受けていたりもするんだ。精神病院の描写とストーリー展開で気分が落ち込んじゃうのね。そう、だから実際に映画を見た人たちの中には後半の衝撃がすごい。人間に対してこんなひどい扱いをするなんて信じられない、めちゃくちゃ落ち込んだ。映画を見終わるとしばらくぼーっとしてしまったなど、映画を見た後気持ちが落ち込んでしまう人も多かったようだ。そんな感じなのに名作って呼ばれてるんだね。抑圧された世界で自由を手に入れようとする人間の尊厳みたいなものがうまく描かれていて、アカデミー賞では作品賞や監督賞など主要5部門を受賞してるしな。だから映画史に残るヒューマンドラマの名作だと言われてるぜ。ヒューマンドラマは好きだし、これもちょっと見てみたいな。ってことで、お次は日本の映画で2001年に公開されたリリッシュのすべてだ。この映画は監督が岩井俊二さんで、まだ10代だった市原隼人さんや、蒼井優さんなども出演してるぜ。そして原作はウェブサイトの掲示板を通じて、一般参加者と協力しながら完成させた小説だった。ああ、これもなんとなく名前は聞いたことあるなぁ。後味が悪い系だったんだね。映画を見た人たちの多くが二度と見たくない映画だと言ってるぐらいだしな。え、そんな感じなんだ。どんなストーリーなの？あらすじはこうだ。主人公は田舎に住む中学生で、同じクラスで優等生の星野と仲良くなっていた。そしてその二人は夏休みに他の仲間たちと沖縄の島へ旅行に行くんだが、その旅行をきっかけに星野は変わってしまい、その後クラスの不良を倒すと自分が番長になって主人公を嫌がらせをするようになるんだ。なるほど、そっち系なんだね。その嫌がらせはどんどんエスカレートしていき、作中では中学生たちによる暴行や女子への乱暴行為などが描かれていく。そしてついに追い詰められた主人公が星野の命を、っていう話なんだ。完全にバッドエンドってことですね。そうだ。映画は前編にわたり14歳の少年少女たちの心の闇を描いたものになっていて、思春期特有のモヤモヤした気持ちが詰め込まれた作品となっている。あとはネットへの逃避など現代の若者の葛藤も表現されてるぜ。つまり内容が重すぎると。だな。田舎特有の閉塞感みたいなものも感じるし、とにかく内容がとことん暗くて、この作品はトップクラスの鬱映画だとも言われていて、下手なホラー映画より精神的に辛いと感じる人も多いという。ただその一方で田園風景や音楽などがとても美しいから、映画を見終わった後に不思議な感覚になる人もいるようだ。へえ、それってどんな感じなんだろ。ちょっと気になっちゃうな。映像やストーリー、そして心理描写が素晴らしいと絶賛する人もいるしな。あとは自分が10代の頃に感じていた憂鬱な気持ちや辛い気持ちを思い出すことができる、みたいな感想を持つ人もいるようだ。だがしかし、映画を見た人の多くは二度と見たくないと感じるみたいだな。そんな風に言われると逆に見てみたいって思っちゃうかも。トラウマになったっていう人もいるし、見るなら自己責任ってやつになるぜ。よっぽどなんですね。過去最高の鬱映画、中学生の闇がリアルに描かれすぎている。見た後普通に体調を崩しました、みたいな感想もあるしな。OK、やっぱりちょっと一回検討してからにします。それじゃお次は2001年から公開がスタートし、日本では2002年に公開されたドイツ映画の S だ。この映画は監督がオリバー・ヒルシュビーゲルで、ドイツ人俳優のモーリッツ・ブライブ・トロイ。
クリスチャン・ベルケル、オリバー・ストコウスキなどが出演してたサイコスリラー作品だぜ。この映画は昔見たことあるよ。実際にあった心理実験が元になってるんだよね。そうそう。1971年にアメリカのスタンフォード大学で実際に行われたスタンフォード監獄実験っていうのが、映画の元になっていて、その実験で普通の人たちが与えられた役割によって、人格が変わってしまうことに、ってやつだな。ああ思い出してきた。記者の人が実験に参加するとかそういう話だったよね。そう、映画も集まった20名ほどの被験者が監視役と囚人役に分けられ、大学の地下に作られた。疑似刑務所で2週間与えられた役を演じ続けるという内容で、タクシー運転手で記者もやってる。モーリッツ・ブライブトロイ演じるタレクという男が新聞広告で被験者の募集を知り、内容的にこれはいい記事になると考え小型カメラをメガネに仕込んで実験に参加する。っていうところから始まるぜ。それでその記者のタレクが囚人役になるんだっけ？そうだ。タレクは囚人役となって番号で呼ばれるようになるんだが、初日は看守役も囚人役もお遊び気分では気あいあいとしている。だけど2日目以降から変化が起き始め、看守役の人間たちがタレクのベッドをわざと乱すなど、嫌がらせをやるようになり、囚人役の服を脱がせて手錠を檻につなぐ。タレクを椅子に拘束して頭をバリカンで刈り上げる、みたいなこともやり出すんだ。みんな与えられた役にどんどん染まっていっちゃうんだよね。教授や助手などスタッフたちもしばらくはその様子を興味深く観察していたが、やがて精神に異常をきたす囚人役が現れたり看守役の暴行がどんどんエスカレートしていく。そして助手の人が実験を中止するべきだと言うけど教授は実験を続けようとするんだな。それでその後さらにひどいことになるのよ。そう、実験5日目には教授が不在だと知った看守役たちが助手たちを拘束して牢屋に入れたり、異常な行動を取るようになり、囚人たちもその場から脱走しようとするなどみんなおかしくなって、いよいよ暴動状態となる。そして連絡を受けた教授が現場に駆けつけると、混乱する状況の中教授は看守役の一人に撃たれてしまう。そして2週間の予定だった実験はわずか5日で中止となって2人が命を落とす結果となったんだ。本当にあった話っていうのが怖すぎるよね。まあ実際の実験では怪我人とかもいなかったようだがそれ以外の話は再現されてるらしい。とにかくみんながどんどん役に染まっていく感じが怖いよな。でもこの映画は後味が悪い作品とはちょっと違うかもね。だな。見た後どっと疲れる感じではあるが、学校や職場など身近な話ともリンクする内容で色々と考えさせられる作品だ。人間の深層心理みたいなものをわかりやすく見せつけられる感じよね。映画を見た人たちも同じような感想だったのかな。ネット上でも人間の怖さを感じる、興味深い内容だった。普通の人たちがこうも豹変してしまうのかといった声が多く上がってるぜ。あとは同じ状況になったら自分もこうなってしまうのだろうか、みたいな感想を持つ人も多いようだ。確かにそんな怖さもあるわよね。ってやっぱり後味はかなり悪いんじゃないの。うむ、なんとも言えない深いテーマの嫌な気持ちは残るから。ちょっと違う意味で後味が悪い作品だと言えるかもしれないな。話してたら久しぶりに見たくなっちゃったなぁ。ってことでお次は2008年に公開がスタートし、日本では2009年に公開されたアメリカ映画のチェンジリングだ。この映画は監督がクリント・イーストウッド、主演はアンジェリーナ・ジョリーで、1920年代のロサンゼルスで実際に起きた事件が元ネタになってる作品だぜ。ほほう、どんな話なんだろ。ストーリーはこうだ。1928年、アンジェリーナ・ジョリー演じるシングルマザーのクリスティンは、ロサンゼルスで9歳の息子と暮らしていたが、家で留守番をしていた息子がある日突然失踪してしまい、クリスティンは警察に捜査を依頼する。そしてその事件が世間から注目されるようになるが、その当時は警察による不正が横行していて、世間は警察に対して事件を解決できるのだろうかと疑問視していた。警察が世間から信用されてない状況だったわけね。そう、それでそれから5ヶ月後にクリスティンの息子が発見されたという連絡が来るんだけど、クリスティンの前に現れたのは息子に似た見知らぬ少年だったんだ。え、もちろんクリスティンは警察にこの子は他人だと訴えたが、警察の警部から、とりあえず息子として扱ってほしいと言われてしまう。つまり警察の方は捜査ミスが発覚するのを恐れていた。うわぁ、何それめちゃくちゃな話じゃん。早速胸クソでしょ。でも話はまだまだこれからだ。クリスティンは見知らぬ少年をとりあえず家に連れ帰るが、その後にもちろん警部に再捜査を依頼する。するとその警部はこんなことをクリスティンに言ってくるんだ。息子がいない自由な日々を手に入れようと育児放棄しようとしていると。はい、もう話が全然変わっちゃってるじゃん。やばいでしょ。
さらにその警部は警察内部の医者に診断書まで作らせ、少年は本物だと世間にアピールまでするんだぜ。うわぁ、医者までグルになってるのね、最悪すぎる。もちろんクリスティンの方も黙っておらず、警察の不正を追及していた神父さんと協力して、渡された少年が別人である証拠を集めて記者たちに渡そうとする。するとそのことを知った警部が今度はクリスティンを精神異常者であるとして精神病院へ入れてしまう。そしてクリスティンは自分と同じように警察に逆らった被害者たちが、精神病院に隔離されていることをその時知ったんだ。被害者たちってどういうことなの？それはクリスティンの息子が失踪した背景に、20人近くの少年を拉致した恐ろしい事件が存在していたんだな。内容がいろいろヤバすぎる、っていうかこれ実話なんだよね。そうだぜ。それでその後クリスティンは神父さんや弁護士に協力してもらって、精神病院に隔離されていた被害者たちを解放し、警察に対して訴訟を起こすと世間も腐敗しきった警察の体質に非難を浴びせるようになり、その結果クリスティンを病院送りにした警部が、停職処分を受けたり市長が選挙に出馬できなくなったりするんだ。それは良かった。最後は正義が勝ったんだね。それで拉致事件の方はどう進展したの？その2年後に犯人は極刑によって処されたぜ。そして事件から7年が過ぎた頃に、拉致事件の被害に遭った少年が見つかり、その少年が逃げる時にクリスティンの息子に助けられたと証言する。え、それじゃクリスティンの息子は無事だったの？いや、結局その後発見されることはなくて安否も不明のままとなるんだ。だけどクリスティンはきっとどこかで生きてるだろうと生涯をかけて息子を探し続けるんだな。これはひどい、後味が悪いっていうレベルじゃないわね。それに実はだしなおさらだ。神父さんや弁護士さんとかクリスティンの味方になってくれる人たちがいたことだけが唯一の救いね。だな。ただやっぱり映画を見た人たちの多くは最高に後味の悪い映画だと言っていて、二度と見たくない映画だ。役者さんの演技が上手くて余計にイライラした。こんな話が実際にあったなんて信じられない。胸クソ映画の最高傑作だ。みたいな声もネット上にたくさん上がってるぜ。これは文句なしの胸クソ映画って感じがするねー。それじゃお次は2012年に公開された日本映画の秘密だ。この映画は監督が園子温さんで染谷翔太さんや二階堂ふみさんが出演していて、稲中卓球部で有名な古谷実先生の漫画が原作となってるぜ。おお、それじゃジャンルはお笑いなのかしら。いや、全然そんなことなくて園子温監督らしく独特で暗い雰囲気の映画だ。あと映画は大震災の影響でストーリーや登場人物の設定が原作と変わっていたりもするんだな。ほほう、これは興味深いわね。主人公は染谷翔太さんが演じる15歳の少年なんだが、母親はパチンコ屋に通う日々で、父親は金をせびりにたまに帰ってくる、といった感じで、主人公の少年は両親の愛にも恵まれず貧困の中で暮らしてきたんだ。なるほど。そして少年は中学生にして貸しボート屋を営みながら平凡な生活を送ることを夢見ていたが、ある時蒸発していた父親が突然家に帰ってくると少年は父親絡みで暴力団から、理不尽な暴行を受けることになる。さらに母親がパチンコ屋で知り合った男と駆け落ちして、少年は孤独の身となってしまい、そんな状況に少年の気持ちがついに爆発して衝動的に父親の命を奪ってしまうんだ。ひどい状況ね。その後少年はもう普通の生活を手にすることができないと絶望し、悪い奴を探して消していこうと、夜の街を徘徊するようになる。そんな中以前から少年に思いを寄せていた二階堂ふみさん演じる、少女が少年に自首するよう勧めるんだ。その少女は父親の命を奪ったことを知ってるわけね。そういうことだ。はぁ、あらすじを聞いてるだけで気分が落ち込んじゃうなぁ。少年は自首することに同意したが、少女が眠った後隠し持っていた銃で自分で撃とうとする。そしてその音で少女は目を覚まし少年の元へ向かうんだ。最悪な終わり方じゃん。そう思うでしょ。でもその時少女の背後から少年の声が、つまり少年は命を絶つことができなかった。やっと救いのある展開ね。そしてその後二人が警察に向かい映画はエンディングを迎えるんだ。なるほど、それにしても少年の置かれた境遇がひどすぎて胸が苦しくなっちゃうわね。登場する人物も胸クソな人間ばっかりだしな。だから雰囲気としては狂気の世界を描いたホラー映画みたいな感じだぜ。少年の人生で考えたら完全にバッドエンドではあるし。だな。だからなんていうか希望とバッドエンドが混ざった不思議な終わり方をする映画だ。見終わった後には何とも言えない後味が残るぜ。映画を見た人たちの感想も色々になってそうね。実際そんな感じでネット上ではひたすら暗い内容で胸クソが止まらない。
圧倒的な後味の悪さがあるみたいなことを言う人もいれば、どん底な生活や精神の極限状態を、うまく描いた良作だ、ラストのシーンは希望が溢れているなど、映画を高く評価する人たちもいるようだ。その辺はもう好みの問題っていうかそれぞれの受け取り方によるんだろうね。ただ映画芸術っていう映画の批評雑誌が毎年日本映画のワースト10を発表してるんだが、映画秘密は公開された年にワースト2位をそこで獲得していたようだ。へえ、そうなんだ。でもそんなこと言われちゃうと逆に見たくなっちゃうんだよね。その感じはあるあるだな。よし、それじゃラスト行くぜ。最後は2019年公開の韓国映画パラサイトだ。この映画はカンヌ国際映画祭で最高賞を受賞し、アカデミー賞でも国際長編映画賞、脚本賞、監督賞、作品賞の4部門を受賞して話題を集めた作品だぜ。おお、その映画は見てみたいって前から思ってたやつだよ。めちゃくちゃ面白いらしいね。まあ実際そんな声が多かったりもするな。だけど今回紹介しちゃうってことはそういうことだぜ。え、そんなにたくさん賞も受賞してるのにまさか後味が悪いの？一言で言うと賛否両論ってやつで、ネット上にある映画の感想なんかも極端に賛否が分かれてるぜ。とりあえずどんな映画なのか簡単に言うと貧富の格差を描いた人間ドラマで、ベースはコメディだけどホラー要素も含んだ作品っていう感じだ。ほほう、タイトルのパラサイトはどういう意味なんだろ？それは貧しい4人家族がお金持ちの家に帰省するからパラサイトっていうタイトルなんだ。そのきっかけは長男が大学生の友人から家庭教師の仕事を紹介されたことで、その話を聞いた父親が家族全員アルバイトとしてその家に入り込もうと計画するんだな。え、どうやって家族全員が入り込むのよ？まずは長男が家庭教師として働き、その後家政婦や運転手などを紹介すると言って家族を次々に雇わせるんだ。家族であることを隠した状態でってこと？そうだ。そして徐々にお金持ちの家にその一家が侵食していく。それで映画の前半は割とテンポも良く、楽しめる感じなんだが、一家が家政婦さんを追い出そうとするあたりからどんどん胸クソな展開になり、家の主が家を開けるとその一家は酒盛りを始める、勝手に風呂に入る、日記を覗き見するなどやりたい放題になるんだ。勝手にのびのびとしちゃうわけね。でもまあそれぐらいだったら普通にコメディ映画してるって感じじゃないの。そんな感じで普通に楽しめる人もいる。だけどその厚かましい振る舞いに不快感しか感じない人も多いんだな。これはもう実際に映画を見てもらって自分がどう思うのか確認してもらうしかないってやつだぜ。見た人それぞれの感性によって印象が変わるってわけね。あとは一家が家に入り込んでいく様子に嫌悪感を強く感じる人も多いようだ。それも一家の振る舞いがひどいからってこと？そうだ。息子は仕事をくれた親友を騙し、娘は文書を偽造し給料を釣り上げる。そして父親は人の善意につけ込んで家政婦を出し抜き、そして最終的には母親もうまく潜り込むっていうな。そんな感じで家族全員が見事なくずっぷりだから嫌悪感で見てられないっていう人たちもいるようだ。そんな内容でよくアカデミー賞とか受賞できたわね。まあ映画としてはテンポがよく構成もよくできていてブラックユーモアなコメディ映画って感じだから。欧米の人たちにとってはなんとも思わない内容なんだろうと言われていたりもするようだ。つまり道徳観に厳しい目を持つ日本人にとっては嫌悪感が強く、ただただ胸クソな映画だという人が多いんだな。あとは単純に日本人をディスるような感じもあったりして、その辺に強く反応する人たちも多いようだ。たださっきも言ったけど賛否両論ではあるぜ。これは本当に自分で実際に見てどう感じるのか確認するしかなさそうね。ちなみにネット上では最後までドキドキできて面白かった。格差社会をうまく表現していて素晴らしい、いろいろと考えさせられるいい映画だった。伏線や設定の仕込みが多くエンタメ映画として完成度がとても高い。といった感じで映画を高く評価する声もたくさん上がってるぜ。なるほど。それじゃマイナスな声も聞いておこうかしら。何が面白いのか全く理解できない、感動や共感なんてものは皆無でした。こんなのただのクソ映画だろ、見終わった後に残る絶望感が半端じゃない。映画館を出た後も胸クソ悪い感覚がずっと残った、などなどだ。うわぁ、賛否両論にも程があるでしょ。ね、すごいでしょ。だから気になった人は映画をぜひ見てほしいぜ。ストーリーをオチまで全部話さなかったのはそういうことなんです。なるほど、やるわね葵、この後ツタヤに脱出しないとだわ。今時ツタヤに脱出って。あれ、ダメだった。いや別にいいんだけどさ、それじゃそろそろまとめに行くぞ。OK。はい、というわけで今回は胸クソだったり後味の悪い映画をいくつか紹介してみたぜ。つくよどうだった？後味が悪いって言ってもいろんなタイプがあるんだなって思ったよ。それぞれ胸クソになるポイントっていうか角度が違ったしな。
うん、でもそれだけ心に引っかかる作品だとも言えるんだろうね。確かにそうとも言えるな。でもおかげさまでなぜかテンションが回復したよ。それは何よりだぜ。ってことで映画の話をまだまだ聞きたいっていう人は、よかったら他の動画もいろいろチェックしてほしいぜ。というわけで、ご視聴ありがとうございました。